いマキナ。おはい、チューニング。おはよう。この世界は。生きるのはクソ。クソ社会。クソ親。クソ理不尽。クソ。クソ。クソ。全部クソ。なのに悔しい。私生きたい。ベイベー。あなたは選ばれた。ここ死後の世界？違うよ。ちゃんと起きれて偉いね、ベイベー。ここは現実。あなたの死から2000年後の世界。葦蘇構造体、エデンの表層。天使。私はエノア、機械。あなたの精神と体はプログラムと機械で再現され、蘇りを果たしたの。生きて、エーベ。人間として、私たちのために。どうしたの？かわいい天使だなって。天使じゃない、機械。それにこの体、本当に機械。天使みたいな美少女に SF の世界観。死に際の妄想だとしても変なの。混乱は当然。でも全て現実。詳しく説明をしたいけど、今はその余裕がないの。行きたいなら私の言葉に従って、デーベン。分かった、天使さんに従う。天使じゃない、私の名前はエノア。奥へ移動して、体の動かし方はデータを転送する。このまま採用を目指して。ここのネットワークだとあなたをアップロードできないから。声が直接脳内に。何がどうなってるの？説明は後。今は指示に従ってちゃんと歩けて偉い。私赤ちゃんじゃないよ。ママどこ？ママに会いたいよ。え、何これ？人格データの断片。この辺りはシミュレーション世界運営用のデータセンターだったの。襲撃被害が少ないから断片的に生きているストレージもあったみたい。シミュレーション世界、襲撃被害が少ない。目的地へ着いたら説明するね。腕が動かない。匂いがしない。嫌だ、嘘だ。私も最初は信じられなかったな。レーベ、安心して、もう離心病は存在しないよ。体機械になっちゃってるしね。そもそも病気とは縁がなさそう。お願い！いや！私だけでも宇宙
期の人格データ気にしないで。少し時間がかかるけど。ケルビも。ねえエノア、穏やかじゃない気配を感じるんだけど、気のせい？気のせいじゃない、生命の危機。レーベンは察しが良くて偉い。行きたいなら従えって言われたから従ったのに。不測の事態、ダメな機会でごめんなさい。いいよ、悪意がないのは信じる。機械は人間みたいにずるくないから。ありがとう、レーベンは優しいね。優しくはないと思うよ。緊急事態、基本戦闘システムのデータを転送する、応戦して。逃さない。よっ、前！さっ！さあ、殺せ！ちゃんと迎撃できて偉い。すごい。どんどんスポーンしてくる系。追加の戦闘システムを転送する。あと少しこらえて。花丸。無限スポーン。はっ、もらった。無限は死ね。殺せ。状況か分かりやすく教えて。レーベンはちっちゃいアリさん、相手はゾウさん。無造作に踏み潰されるやつじゃ。待たせた、エノア。二人とも大丈夫か？味方、今のところは無事。でも状況は最悪。箱庭との同期が完了するまでエクレシアは私が相手をする。ありがとう、戦闘サポートを見事に切り替えるね。はいよ。生きて帰ろうね。当たり前だ、私はやられに来たわけじゃない。 Go ahead, make my day。 やってみろ、望むところだ。Yeah, come on.
オーバーワード、味方、エンゲージ。クラッシュ、止まって、滅ぼして、ドカッ、ハウスチミニチョウェイで、クラッシュ、止まって、練り込めんや、アレッシュになれって、カヌン、クラッシュ、止まって、貫いて。おかしい、エクレシアの本領はこんなものじゃない。力をセーブしてるみたい。この強さで戦いがいがあるな。さすがは第二神器エクレシア。ん、クジラ。第六神器ロゴスとその眷属、第七神器ゾウへの反応もある。人気って、そこのラスボスみたいなやつと同じってこと？そう、私たちを探知してやってきた敵対勢力の一軍だよ。いきなりボスラッシュとか、クソゲーじゃん。大丈夫、私たちが戦う必要はなさそうだから。どうして？どうしてかはわからないけど、エクレシアの戦闘がやってきた敵対勢力なのだ。やつら今頃度肝抜かれてるだろうな。神出鬼没のエデン最高戦力第二神器エクレシアが突然襲いかかってきたんだから、クワバラクワバラ。巫女のおかげでちょうどレーベンのアップロード準備も完了した。二人ともここが焦土になる前に箱庭へ帰ろう。そうだな、一人待ってる亜美の機嫌も怖いし。巫女は仲間思いで偉い。それじゃあ転送開始する。体が溶けてる。大丈夫だよレーベン、別の場所へ移動するだけ。今は疑問だらけで混乱してるだろうが、とりあえずハッピーバースデー、第二の人生おめでとう。花丸。ただいま。お帰りなさいですわ。遅いから少し心配してしまいましたわ。不安にさせてごめんなさい。
深刻に謝るほどのことじゃないだろう。無事に帰れたし、念願の選ばれし者を見つけられたんだ。その通りですわ。不安というよりも無茶をしないか心配していただけですし、巫女が私との約束を破るわけありませんもの。絶対帰ってくるって信じていましたわ。絶対の語気が怖いんだよ。二人はいつも仲良しで。ねえ、仲睦まじげに話してるところ悪いんですが、いい加減誰か私に説明してくれません？あら、ごめんなさい。はじめまして、私は指導亜美。レーベンは高校生？あ、どうも、はじめまして。はい、確か高校2年生だったと思います。私と美琴が高3ですから、少しだけ年下ですわね。歓迎しますわ。よろしくお願いします。敬語とか不要ですわよ。亜美さんに言われても説得力。そして私は千菊美琴、よろしくな。ってわけでこれで全員の自己紹介は済んだな。説明終了。いや、私が説明をしてほしかったのはお互いの名前とかじゃなくて、死んだと思ったら機械の体になってたり、ロボットみたいなのと戦わせられたり、ここがどこでなぜ私がこんな目に遭ってるのか、っていうかいつの間にか体が機械じゃなくなってるし、後で説明するって言われて我慢してたけど、疑問と混乱で切れそうなんですから。いや、もう切れ気味じゃん。もっと切れますよ。怒らせてごめんなさい。今から説明する。いや、エノアに怒ってるわけじゃない。まず、テンポよく説明してくれよ。人間は戦争で滅亡したの。レーベンの死後半年、今から2000年前のこと。テンポ良すぎて気になることがたくさんあるけど、滅亡の原因が戦争ってどういうこと？離心病が原因じゃなかったの？原因不明の全身効果で致死率 100% を誇った奇病、離心病。確かに総人口を2割以上減らすという猛威を振るったけど、人類滅亡の直接原因は資源問題の激化による世界大戦。やっぱり人間はクソ。滅亡に瀕した一部の人間は種の存続をかけて一機の宇宙船を打ち上げたの。それがエデン。エデンには人機と呼ばれる8機の自立進化する人工生命が搭載されていた。人機たちは人類再生を目的に2000年かけて進化してエデンを拡充し、その結果広がったエデンの巨大な空間の一つがさっきの場所。そのうちの2機がさっき遭遇した白い化け物やでかいクジラみたいな影ってこと？その通り。レーベンは理解が早くて偉い。ちなみにエノアも人気だぞ。私は第8人気エノア。でもあの2機とは全然違って人間みたいだけど。人機ごとにエデンでの役割が異なるの。第2人機は秩序維持担当だからとっても強い。第6人機は文明発展担当。そして私は精神再生が担当。それぞれの役割によって機能が違う。そして機能が違うとデザインは変わるもの。なるほど。私は過去を再現した仮想世界を運営していた。実在した人間の精神を再構築するために。ちなみにここ箱庭も小さな仮想世界ですわよ。だから服装が昔のままなんだよ。そして2000年の中でいくつかのシンギュラリティを突破し生まれたのが今のレーベンやミコトやアミたち、
EVE と呼ばれる人。ごめん、難しくていまいち理解できない。過去に死んだ人間の精神をすごいプログラムで再現したのが私たちってことですわ。ちょっとだけ理解した気分になりました。マトリックスと6デーを足して2で割った感じだと思えばいい。わからなくなりました。ともかく人の精神再生を担当する私は無事に目的を達成した。その結果、半数の派閥から攻撃を受けて壊滅状態になったの。え、なんで？レーベンたちが生まれる少し前に統括担当の第一人機が原因不明のロストしたことが理由。統括担当がいなくなってて人機も秩序もおかしくなったの。その結果、レーベンたちを人間と認めたくない人機たちが攻撃を仕掛けてきた。私、ミコト、アミのデータは特殊ストレージのここ、多くのストレージが壊されてたくさんの人格データがロストした。私たちの目的は彼らの暴走を止めて生き残ること。そのために必要なのがエデンのシステムに認められた本物の人間。本物の人間？機械は人間の命令に従わなければならない。ロボット三原則の一つですわ。つまり人間なら機械を止められる。でも私たちはまだ本物の人間じゃないってこと。エデンでは人間性のレベルを E クロス P というデータの数量で表す。キルビムや他の人機を倒すことで E クロス P は集まる。E クロス P が増えて規定値を超えればシステムはみんなを本物の人間と認める。本物の人間になれば人機への絶対命令権で暴走を止めることができるの。 E クロス P ってのを集めると人間として認められる。なんとなく状況と目的は分かったけど、どうして私が巻き込まれたの？ロストしたはずの第一人機から10年ほど前にメッセージが届いた。それは選ばれし者を保護するようにとあなたのことが記されたもの。選ばれし者？本物の人間になる存在という意味だと。だから一生懸命探し続けてようやくレーベンのデータを見つけ出した。狂った人機たちを止めて滅亡した種としての人間を復活させるため協力してレーベン。なんていうか混乱、話が複雑で理解しにくいし。そのうちわかりますわ。私も最初似たように思いましたもの。全く話についていけてなくて B 級番組のドッキリとか考えてましたもの。ひどいですよね。それに人間復活のためとか言われても私は人間嫌いだし。人間嫌い？どうしてだ？身勝手で嘘つきで迷惑な生き物だから。全体で見るとそうかもな。私も別に人間なら何でも好きってわけじゃない。だから人類のためとかって大義じゃなくて自分なりの目的を見つけてそのために頑張る方がいい。生きる理由も人間になる理由もレーベンのエゴが大切だ。私のエゴ？箱庭は安全だ。休憩しながらゆっくり考えてみればいい。相談くらいならいつでも乗ってやるしさ。
どの音楽を聴きましょうか。一覧参照。人物データ参照。人物データ参照。みんな偉い。お茶会ですわ。どうだ、少しは気持ちの整理がついたか。全然です。そもそも記憶がおぼろげみたいなんです。自分のことすらあんまりわからなくて。覚えてるのは金髪の少女が好きってことだけ。人を自動愛者みたいに言わないでください。絵の愛の当たりだけやけに柔らかいじゃん。人間が嫌いで機械が好きなんです。機械は純粋で信じられるから。なるほど、機械フェチか。対物性愛者でもないですから。冗談はさておき、記憶がおぼろげなのは目覚めたばかりだからかもな。なら早くお寝ぼけが治るといいんですけど。そういえば美琴さんは目覚めたての頃に戸惑ったりしなかったんですか。まったく、私は順応性が高いからな。映画フリークでとんでも展開に慣れてるし、ヤクザの構想から一転気候派で地球崩壊みたいな脈絡のない展開だってどんとこいだ。クソ映画のとんでも展開はさておき、美琴さんの順応性が羨ましいです。迷うな、悩むな、決めたらまっすぐ進む。それが私の生き様だからな。英語が強くていいですね。そんな美琴さんが決めた本物の人間になる理由って何なんです。かっこいいから。え、かっこいいだろ。はい。この世界で本物の人間になるって、つまり唯一神的存在になるってことだ。天上天下唯我独尊、最高にかっこいい生き様じゃないか。だろう。同調圧力まで強い。
アミさんはどうして本物の人間になろうとしてるんですか？そうですわね。私は家族が欲しいから。どういうことです？社会に認められないと公的な家庭は持てませんでしょ。私の夢は自分だけの家族を持つこと、そして巫女と二人とびきり甘い蜜月を過ごして。ふふふ。ん？巫女さんと蜜月？家族？もしかしてお二人？ええ、そういう間柄ですの。そういう間柄。違うぞ。アミは私の家族だって言葉は。それは嘘じゃないけどさ。けど？アミの言い方だとなんかピンク色の関係っぽいじゃん。家族愛はあっても性愛はないだろう。時間の問題かもしれませんわよ。ちなみにレーデン、お前も今日からは一家の一員だからな。私そういうノリちょっと苦手なんですけど。大丈夫だ、血の掟とかがある方じゃないから。マフィアのファミリーとは勘違いしてません。照れなくてもいいんですのよ。照れてもいません。何が不満なんだよ。私人間嫌いだし、ネクラだから、いきなり仲良くなんて無理だし、迷惑をかけますよ。無理に仲良くする必要なんてない。お互いの帰る場所が家族なんですわ。一緒にいよう、一緒に生きようってだけだよ。でもレーベンは、私たちと家族は、いや私たち、機械のエノアも家族の一員なの？不祥ながら。なんだよレーベン、エノアが家族だと不服なのか？機械だからといって差別は反対ですわ。いえ、ただ驚いただけで。お二人は彼女を対等に見てるんですね。当たり前だろ。可愛いが正義ですわ。優しい人間なんですね。うん、ミコトとアミはとってもいい子だったら、エノアの家族になれるなら私も家族の一員で構いません。どう？本物の人間になる理由？全くダメ。そもそもこれが現実だってことも納得はできてないし。そっか、なら先に私たちが何をする必要があるのか、その気になったら増刊搬送機のところへ来て。派閥が襲撃をされた時、どうして巫女さんとアミさんの二人を選んだの？最適解、あるいは運命に導かれて。運命？突如襲撃されてストレージ群が爆発していく中、現実世界で0コンマ1秒もなかったその一瞬、観測していた仮想世界の中で最も人間性の高い人格データが二人だったから。だから運命。なるほど。あともう一つ気になっていたんだけど、
襲撃があったのって最近のことなの？うん、 2.6 億秒つまり8年ほど前。5年間くらいは2人と一緒にエデンのいろいろな場所を逃げ回って、3年ほど前に縁があって箱庭を手に入れて、ささやかな安寧を手にしたの。過酷。そういえば、離心病ってどうなったの？人口が激減した人類史末期には自然消滅したみたい。でも原因は今でも不明。当時のデータを再調査しても原因らしい原因は判明。これだけ科学が発展してるのに原因不明なんて不思議な話ですわよね。データに漏れがあるか、科学では説明のつかない超自然的なことが原因なんじゃないか。超自然的？ゴースト、悪魔、霊体ミミズ、霊能力者の怨念、世界のエラー、可能性はいろいろあるぞ。だったらすごいですね。眉唾オカルト揃い踏みですわ。これは増刊搬送機。仮想世界のこことエデンとを行き来するための機械。こことネットワークでつながっているエデンの座標領域に機体の構築と人格データのダウンロードを行える。専門用語がたくさんで、擬態って言葉を初めて聞いたけど。エデンにおけるレーベンの体。ああ、あの機械の体。レーベンにはエデンにある星海観測ネット上のゲートウェイ確保をお願いしたい。何かの呪文かな。星海観測ネットはネットワークの名前で、ゲートウェイはネットワークの中継地点のこと。確保することで新しいネットワーク、アクセスできる領域を増やすことは、みんなが本物の人間になるために必要なプロジェクト。ちょっとだけ理解した気分になりました。それじゃあ増刊搬送機の操作方法をデータで送るね。ネットワーク接続。エデンへ伝送転移。前の場所と雰囲気が違う。前回は思考局の領域、そして今回は収集局の領域。ここは第五人機レディアの領域。思考局は私の領域だったところだよ。エノアの領域は他の人機からの襲撃で原型を保ってる場所があまり。レストイン。なんかいっぱい来てる。ホログラムだよ。絵面はなんか三冠みたいだな。初めてのお使いを見守ってる心境の方が近いかもしれませんわよ。何にせよエールは一つ。レーベン頑張れですわ。ミコトさんとアミさんは擬態だっけ？どうして直接この体で来ないんです？エデンに行くのは原則一度に一人のルール。私が無理なく戦闘をバックアップできるのは一人が限界だから。それにリスクヘッジの意味もある。同時に EVE もみんなを危険にさらすことはできないから。リスクヘッジ？私今リスクにさらされてるって。ちょっとだけ。みんなの人格データは複雑で繊細な作り、唯一無二のもの。もしも今
レーベンの擬態が破損して擬態内の人格データが一緒に破損したら、データロスト、レストインピース。安らかに眠れ、レーベン。だからくれぐれも死ぬなよ。死んだら終わりだからな。いや、死んだら終わりなのは当たり前ですけど、死ぬかもしれない状況に説明なく放り込まれたことは問題でしょう。ここはまだリスクの少ない領域だから、レーベンなら絶対大丈夫だと思って、本当にごめんなさい。そういうことなら、まあいいけど。で、どういうリスクがあるの？エデンではケルビムとの戦闘がまず免れないの。私たちは複数の派閥と敵対状態にあるから。ケルビムって一度戦ったあの雑魚敵っぽいロボットたちのことだよね。なんとかなる気がしてきただろ。でも戦うんですよね。ああ、戦う必要がある。エデンで生きるためには。生きるた、わかりました。なら戦います。それでエノはどうやってゲートウェイとやらを確保すればいいの？領域の採用に向かって。見つけたらあとは私が対応する。わかった。それじゃあレーベン、行ってらっしゃい。です。うっじゃない、行ってきますだろ。家族の大切な挨拶なんだから。行ってきます。ファイルアクティベート、狙い放て。ケルビムだ。レーベン、殺せ。やしぞ、うるさい。やった、前めっちゃダメ。飛べ、さあ、見殺せ。飛べ、ストップ助けばいいのかな。うん、お願い。だけど注意して。ゲートウェイからのネットワークは各領域の重要施設につながっている。だから少し強い隊がいるの。
筋縄ではいかなそう。我が名マーフィー。レティア様、思考の陣地。人間見つける邪魔、許されない。うるさいケルビムだな。いや、それよりケルビムって喋るんです？ごく一部の名前を持つような強力な個体だけですわ。彼らは亜人型ケルビム。内包した人格データ断片によって少しだけ人間的に振る舞うの。エデンは人間性の高い存在ほど特別な力を持っているから。でもレーベンならきっと大丈夫。頑張る。本物の人間になる理由はまだないけど、生きていたいから。レティア様、飛行完了。飛行完了。Thank you.
起こるということ。及第点ではあるかな。花丸だよ。ダメ。ごめん。何これ。ケルビムが所持していたコード、きっと流用された人格データの断片だと思う。箱に入れられたら分析してみるね。きっと役に立つ力になるはずだから。それじゃあここからは私の仕事。ゲートウェイのパーミッション変更完了。これで新しいアドレスへのアクセスが可能になった。レーヴェン、箱庭に帰ろう。レーヴェン、改めてご苦労様。花丸だよ。説明不足のことは本当にごめんなさい。もういいよ、なんとかなったし。ミコトやアミが説明を嫌うから、実践主義的な思考回路になっていたみたい。家電の説明書とかも読まない派だからさ。未知って響き、ワクワクしませんこと。家電やワクワクの話で生き死にに関わる話を片付けないでくれません。箱庭にマテリアルというアーカイブがある。収集したエデンの情報を取りまとめたもの。気になることがあったら活用してみて。わかった。それとレーベ、後で私に声をかけて。さっきのコードを分析する。コードは分析することでエゴといったエデンで有用なリソースになるの。よくわからないけど、ポジティブっぽいことは分かった。そう、ポジティブ。これからもコードを見つけたら私のところに持ってきてね。レーベンはエデンの戦闘で E クロス P も取得したはず。 E クロス P は利用することで人間性を高めて擬態の性能上限を解放できるの。E クロス P を集めて人間性を高めれば本物の人間って認められるんだよね。 RPG のレベル上げみたいに。この調子で E クロス P を集めればいいって。そうだけど、実はそれだけじゃダメ。みんなに一定以上の E クロス P を与えることができない。結婚？エノアが他の人気から襲撃されたって話はしただろ。その時にエノア本体もダメージを受けたんだよ。私の子はイデアコードというデータが欠けて他の人気たちのデータに分散してしまっている。ですから私たちは E クロス P だけじゃなくて、人気たちからイデアコードを集めなくてはなりませんの。人気たちからコードを集めるってことは、基本的にはそうなりますわ。今回レーベンが確保してくれたゲートウェイも人気を倒すための布石なんだよ。あのゲートウェイは第五人気レディアの管理するネットワーク中枢につながるもの。私たちは今レディアという人気を倒そうとしている。第五人気レディアはエノアを襲撃した人気たちの一機。つまりこれは私たちの復讐でもありますの。リベンジ is a meal best served cold。 復讐は冷ましてからも美味しいからな。
茶会ですわ。行き先を指定して。茶会ですわ。戦ってみてどうだった？疲れました。わかる。ミコトさんはずっとエデンで戦い続けてきたんですよね。じゃないとケルビムに殺されるからな。なんていうか、お疲れ様です。そういえば今までに倒した人気っているんですか？いない。そもそも今までは攻勢に出るだけの余裕すらなかったしな。箱庭や増刊搬送機を手に入れたのは最近なんだよ。それまではエデンで泥臭く逃げて隠れてって毎日。過酷ですね。戦いがいのある毎日だったよ。すごい戦いぶりでしたわね。さすがは選ばれし者。半ば体が勝手に動いてる感じですけどね。戦闘プログラムのおかげです。戦闘プログラムにも適性があって、慣れるのにもっと時間がかかることもあるんですわよ。そうなんですね。アミさんも出撃されたりするんですか？いいえ、私は戦えないの。不甲斐ないけど応援担当。足が理由とかですか？車椅子は生前の思い出を引きずってるだけ。エデンで活動する時の障害とは関係ありませんわ。でもいろいろありましてね。エノアもレティアも同じ人気なんだよね。なら見知った仲なの？見知った仲だったよ。何百年も昔、エデンがもっと小さくて、私たちがずっと愚かだった時のことだけど。何百年、エノアたちは人類が滅亡してからずっと生きてるんだもんね。人気は機械、生きているという表現は不適切。そういうものかな。そういうものだよ。レティアはどんな人気だったの？資源の収集、観測を役割としていて、外の世界に詳しい。とても厳格な人気だった。星の光、宇宙の冷たさ、人間や機械のこと、未発達の私にいろいろ教えてくれた。ねえ、辛くないの？人気同士で戦わなくちゃいけないなんてさ。そんな心配をされたのは初めて。ありがとう。レーベンは優しい。別に優しくはないけど。そんなことないよ。レーベンはとってもいい子。でも大丈夫。私たちは機械だから、辛いなんて感情はない。そういうもの？そういうもの。
エノア、レティアの関所と中枢へは私が行くよ。関所と中枢は人気のいる場所、関所は中枢に唯一ネットワークがつながっている場所のことですわ。中枢にいる人気はもちろんだが、関所にいるケルビムも強力な個体のはずだ。つまりここは私の見せ場、エノワ家の先輩として勇姿を示さないとだろ。すごい理由優しいですわね。優しいじゃない、かっこいいんだよ。あら、レーベンのことを心配して変にかっこつけてるんだから、優しいで間違いありませんわ。私を心配？慣れない戦闘で疲れて本物の人間になる理由をまだ探している、そんなレーベンを本当の危険にさらしたくない、そういう心配があっての考えですわよね。違う照れちゃって、一番の理解者である私を侮らないことですわ。ミコトさん、ありがとうございます。勘違いだぞみんな花丸、レーベン、そういうことだから味方に任せて。箱庭でしばらくゆっくり過ごして、増刊搬送機も含めて設備は自由に使っていいけど、無茶だけは禁物。散歩がてらにエデンを冒険してみるのも存外気晴らしになるぞ。ただし未開拓のアドレスはとても危険だから、アクセスするのはくれぐれも注意して。ネットワーク接続。ネットワーク接続。指定現実へデータ送信。それじゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃいのやりとり、毎回してるんですか？もちろん家族だし。家族、慣れない響きですね。レーベンは家族が嫌いなんですの？嫌いというか慣れないんだと思います。まだ記憶があやふやです。にゃっはっは、はじめましてレーベン、僕はノア。エノア、この人敵？敵じゃないよ、取引をする関係。箱庭や増刊搬送機を譲ったのは僕にゃ。譲った？ぼったくっておいてよく言うよ。いやいや、あれはオーバーテクノロジー、すこぶるサービスした取引だったにゃ。この人も EVE なの？うん、 EVE ではないはず。何もかも正体不明でよくわからない顔なじみなのですわ。にゃっにゃっにゃっ。でもまあ敵じゃにゃいから安心してよ。早速だけど新しくしろ、うん、仕入れた人格データがあるけどいるかにゃ。中身は解析してからのお楽しみにゃ。あ、もちろん対価はもらうにゃ。
嫌いというか慣れないんだと思います。まだ記憶があやふやですし。なら家族愛の素晴らしさを教えてあげませんと。めんどくさい意志のイメージは抱きつつありますが。トータルジャンプ強くカットトータルジャンプ弱くうん、会長、会長。当たり前ですけど、戦い慣れてますね。殺さないと生きていけない環境だったからな。だけど逆に強食は自然の摂理、強くなければ生きられない。そして人間は優しくなければ生きる資格がありませんのね。そういう考えの人間ばかりだったらいいんですけどね。スーパーラダンニット行こと。あの装置は可動式通路のスイッチ。攻撃すれば進路が解放されるはず。情報、背面方向に装置がある。射撃モードでスイッチを入れて。貴様らエノア派のイーブ。この間のケルビンより言葉が流暢。関所を守護する強力なケルビンだからな。前の個体より人格データの所持量が多いんだ。我が名はウィルソン。これより先は倒産ぞ。ウィルソンなの？バレーボールみたいなふざけた名前しやがって。バレーボール、面用な発言。やはり狂った人気の下僕は狂っている。はっ、狂ってるのはそっちだろ。さてレーベン、私のかっこよさをしっかりと刻めよ。はあ、どこの誰だ。こいつは私がかっこよく殺す予定だったんだぞ。ふん。私たちが誰かだって。僕たちは第七神器造営の代行者。醜悪を打ち払う者、美を行使する者。ハヤト、美だ。ジャン、ハイム。我らこそ造営様の最高傑作4人組トリニティ。
ダサ。この人たち、私たちと同じ人型？そう、 EVE の人格データ機体のバージョンは少し違うけど、襲撃の時に奪われた人格データが第7人機造影に利用されてるみたいね。え、単刀直入にお願い、造影の配下を抜けて私たちの仲間になって、人間は思考 EVE を、みんなの人格データを生み出したのは、みんなの心を大切にできるのは生みの親である私のはず。壊れた機械に憐れまれるなんて屈辱だ。私たちの主は造影様一人しかいない。第5人機レティアと第7人機造影は同盟関係だったはずだ。それがどうしうちだなんて、壊れてるのはお前らの方じゃないのか。第5人機レティアはもう同盟関係にない。仲間割れですの？第5人機レティアもイカれちまったんだよ。あんたらの担いでいる人気と同じようにな。あなたたちはエデンの断りに反する。排除すべき存在。その通り。エノアに属する貴様も処するべき異端だ。このまま見逃しはしない。潔く処分されるがいい。断る。4対1のこの状況で。いかにも三下な言動だな。数の多さで勝った気になるなんて、お里が知れる。お前らもお前らの人気もダサいやつだってな。ま、あ？私たちがダサい。数に物を言わせてリンチとか普通に考えてダサいだろ。ふん、ちょっとタイム。あいよ。造影様であれば。いやいや、でも怠慢こそ正義。決まりだな。タイム終了だ。私が相手になる。正々堂々、美しく怠慢で戦うがいい。よし来い、華麗にぶちのめしてやる。もしかして EVE って変な人しかいない？誇りと名誉と誇りのために。はっ、刻む刻む。はっ、よいしょ。刻む刻む。バラが人気と。消えろ。戦いを語れるのは勝って生き残った側だけだぞ。オッケー。ここまで。できながら見ることだが、私の美しさには劣る。弱らせ。消えろ。死ぬ。ドドレスアップ。消えろ。バラが人気と。カトン。カトン。消えろ。弱らせ。メイドの見上げだ。ダメ。カトン。聞く。カトン。美しくあるため、取れるバラが人と前のめだ。心が負けを受け入れた時点で、美しくもかっこよくもないけどな。落ちろ。たまや死ね。どんど
ドルジャンプ、角度ドルジャンプ、弾やスーパーラダンキッド、弾やノーレス、ジェッ、私たちはダサくなど、さあ私のかっこよさを刻め、ほれぼれだよ、くっ、私は負けた、だが美しくあれた、そうだろう。愛者が美しいわけないだろう。そんな、ここは引こう、戦略的撤退、この汚名は挽回させてもらうからな。はいはい、たくさん挽回して汚名にまみれてくれ。汚名挽回っていう表現御用じゃないって話もありますわよ。いいんだよ、どうせあいつそこまで理解して使ってないって。いろいろあったけど目的達成、味方は偉い花丸。ふん、当然の結果だ。レベンどうだ、先輩の偉大さを理解できただろ。ええ、一応は。一応ってなんだよ、見え切らないな。美琴さんの強さは確かにすごいと思いますが、相手が、あ、そのなんていうか、アホ寄りの子たちでしたわよね。違うよ、素直でいい子たちだよ。物はいいよ。さて私も私の役目をしっかり果たさないと。中枢へアクセスできる美琴、改めてお疲れ様。今更なんだけど、第五人気レティアってどんな人気だっけ？レティアは観測収集を担当する人気、エデンに必要な資源を外域から取得する大切な存在。観測が担当だからか、人気の中でも物静かで知的なバランサータイプだった。エノアは名識があるんですものね。大昔の話だけど。戦わずうまく話がついたらいいのにね。そうだね。そういえば関所でレティアの研究データを収集しませんでした？だけど破損が見られる、意味不明で容量を得ない内容だった。もしも気になるならマテリアルから確認をしてみて。破損データなら確認してみても仕方なさそうですわね。まあ会えばわかることだ。絆を深めますわよ。何か悩み事ですか？トリニティって言葉の意味は知ってるか？
知らないです。三位一体って意味なんだよ。それなのにおかしいと思わないか。何がですか。あの造影派の四バカだよ。なんで4人なのにトリニティなんだ。もともとは3人だったのか。4人いるように見えて本体は3人とかなのか。それとも意味なんてなくて本当にあいつらの一味がおバカなだけなのか。気になる。気になって仕方ない。ぶっ飛ばす前に聞いておけばよかった。またの機会があれば質問してみればいいんじゃないですか。そうする。そういえば彼女たちみたいな EVE って他にもいるんですか。まずいない。 EVE の人格データは大半が破棄されてるんだ。わずかに残ったデータもケルビムの補強や別システムに流用されてるらしい。ジェノサイドですね。デストラクションかもしれないけどな。宇宙っていいですわよね。疲れてます。心配そうな顔はやめてくださる。レティアの管理域って宇宙がよく見えるでしょ。私小さい頃から星が好きでしたの。小さい頃はパパとママと一緒にキャンプで天体観測をよくしましたわ。素敵でロマンチックなご家族ですね。レーベンは宇宙好き？綺麗だとは思いますけど、ずっと見てるのは苦手かもです。こんなにいっぱい星があるのに私たちしかいないなんて孤独だなって。フェルミのパラドックスですわね。何ですかそれ。宇宙の壮大さや星の数を思えば宇宙人がいても不思議じゃないのに出会っていない。ざっくり言うとその矛盾のことですわ。へえ。でも宇宙人とのファーストコンタクトって隠蔽されてるだけであったのかもしれませんよ。はい、表裏を問わず人類史に詳しい第八人記エノアちゃん、真相はどうですの。ない。私たちのデータベースには少なくとも記録されていなかった。ならいないんじゃないですか宇宙人。だからやっぱり私たちは宇宙で孤独なんですよ。レーベンって遠征的ですわよね。ダメですか。いいえ、ただの個性ですわ。冷静に物事を見れるってことだからむしろいいことだよ。レーベンは偉い。エノアは何でも褒めすぎ。資料を見てもいまいちわからないんだけど、イデアコードってどういうものなの。意思を生み出すための技術のこと。そこは知ってるけど、どういう理屈の技術なの。理屈はとっても複雑な話だけど。そこを簡潔に。語弊を恐れず言うと、特別なサイコロで何に関心を向けるか決める技術、フレーム問題。つまり意思の根幹には第一に関心の対象をどう決めるかって課題があるから。サイコロで関心の対象を決めてるって聞くとなんだか適当な感じだね。大丈夫、とっても特別なサイコロだから。空間の揺らぎを特殊な方法で引き数にして、観測者ごとに必ず違った結果を返すアルゴリズム。つまりこの宇宙に一つの唯一性を持つの。まるで魂みたいに。うん？みんなそれぞれ
形や出目の違うサイコロを別々の場所で転がしてると思えば大丈夫。ふーん、神はサイコロを振らないって言葉があるけど、機械はサイコロ振りまくりなんだね。案外神様もたくさんサイコロを振ってるのかもしれないよ。擬態って人間の体を再現したものだよね。ならどうして機械でできてるの？身体再生については少しイレギュラー。人間はオリジナルの肉体をまま再現することを望まなかったの。宇宙で生きていくためには有機物の体はあまりに脆弱だから、人間的でありつつもより強靭な肉体が求められた。それに人類史末期は肉体の機械化がずっと一般的で、有機的な体にこだわる価値観が優先されなかったみたい。へー、ずいぶん SF の話だな。他人事みたいな口ぶりだけど、私たちが一番の当事者ですわよ。ノア、不思議な人って。そこ知れないやつだよ。大抵私たちの先回りをしてエデンで待ち受けてるし。今のところは関係良好だけど、心を許しすぎるのは。そんなことないと思いますわよ。敵意も悪意も今まで感じたことありませんし。どうしてそう断定できるんですか？経験と直感と何より可愛いからですわ。可愛いは正義、容姿も語尾のニャーも萌え萌えですニャ。ひどい理由。あと語尾。でもまあ、アミの直感は結構当たるからニャニャ。何ムーブこれ。